お待たせしました。では。その太刀がサビを知りませんよ。この子が何者かって噂聞き、我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。きっとお気に召します。酒井様、十分な素材をお持ちください。また来よう。その太刀がご分を運びます。
慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。子供、俺はここだ。奴の妻子がおるはずだが、まるで気配がない。外も見るか。干物が濡れておる。隙をつかれたな。
血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。タッチを抜け。
Merci fürs Zuschauen und see you next time. お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、すべて人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか、調べてこよう。実に穏やかだ。かような地があるとは。
槍川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか？少々手荒だが使えそうだ。さあさあ、どうぞお入りください。神禄様はじきに戻られます。あらまあ、お侍様だなんて、神禄様がお喜びになります。鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神禄様かと。ようこそお侍様。神禄様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか？じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神禄様の武勲をお聞きくださいませんか？だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか？もちろん。失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は
猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。人禄は武士ではない。口を割らせるか。